い、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第612回をやっていきたいと思います。今回は弱い絆の強さということで、ちょっとねこう矛盾した弱い強いという言葉が入ってるんですけど、自分からね、人間関係のつながりが弱ければ弱いほど実は自分の人生に大きな影響を与える場合があるということですよね。いつもいつも 100% というわけじゃなくて、こう自分が変化したいとか、ね、変わりたいとか、ね、自分自身を変えたいとか、人生を変えたいとか、なんか変化をもたらしたい、革新していきたい、こういった時っていうのは自分から関係が遠ければ遠いほど、要するにつながりが弱ければ弱いほど実は自分の意思決定に大きな影響を与えるということですよね。こうなんかこう現状維持したいとか安心安定を、ね、継続したいっていう場合はやっぱり身近な、ね、情報、身近な人間関係、身近なつながりっていうのが大きな影響を持ってるわけですけど、いざ変化したいとか変えたいとか革新していきたいといった場合は、ね、弱い絆、ね、弱いつながりの、ね、その相手からの情報っていうのはすごく大きな影響を持ってるんだというのを今回は確認したいと思います。例えばここに真ん中に人が一人いますということですね。でここは内集団ですということですね。まあ、ある人にとってはその内集団というのは家族とか親戚なのかもしれませんし、別の言い方をすれば例えばこの人は会社の社長で自分の会社組織ということになるかもしれません。だこれが内集団ということになりますよね。でそうするとこの人たち、この人がつながっているそれ以外の、ね、集団というのは外集団ということになります。例えば、まあ、家族以外の、つながりということになるし、もしくは自分の会社以外の、つながりということになるわけですよね。そうしたときにこの人にとって、まあ、身近な集団がここの内集団ということになります、ね、で この人から見てこの人たちとかこの人たちとかこの人たちというのは外集団なわけです。その外集団の中でもさらに自分から遠い人、例えばその F さんよりも G さんの方が自分にとっては遠いんですよね。F さんはまだ自分は直接知ってる人ですけど、 G さんはもう直接ね知らない人です、ね、自分と直接つながってません。でこの人は当然ね自分と G さんはもう完全に弱いつながりですよね。弱い絆ということになりますね。例えば自分は H さんとはつながってるんだけど、自分はこの I さんとはつながってないわけです。でそうするとこの人にとってこの I さんっていうのは非常に弱いつながり、弱い絆ということになります。例えば自分は J さんとは直接つながってるんだけど、もう K さんとは全く、ね、直接つながってません。もう知人の知人の知人ぐらい離れてるわけですよね。まあ、こういった、ね、G さんとか I さんとか K さん、こういった人たちっていうのがまあ弱い絆、弱いつながりということです。でも実際はこの人たちの情報っていうのはすごくこの人に大きな影響を与える可能性がある。特にこの人が変化したいとか変わりたい、人生を変えたいとか革新したいといった時は、ね、この G さんとか I さんとか K さんとかっていう人が実はこの人の人生にものすごく大きな影響を与える場合があるということをやっているということになります。人は結婚する、ね、結婚すれば人生変わりますよね。自分自身が一人だというのと、ね、二人になるってなると、ね、全然こう人生が変わってきます、ね、だから結婚するしないというのは一つの大きな決断です、ね、あとは転職する、ね、自分がやって今までやってきた仕事とは全く別の仕事、全く別業種の会社に行くとかね、まあ、そういう転職とか、あとは、ね、今まで勤め人だったんだけど起業するとかね、こういうふうにこう大きく変えるときですね、こう自分自身が大きく変わろうとするとき、ね、変化する、革新するときっていうのは、本当に重要な意思決定をする場合は、身近な人からの情報ではなく、自分から遠い弱い絆からの情報を参考にする場合が多いということです。ね、なんで身近な人じゃないのかということですよね。それはなぜかっていうと、身近な人であればあるほど同質の情報しか持ってない、ね、だからこの自分に直接関係があるこの B さんとか C さんとか D さん、この人たちっていうのはこう、ね、現状を維持するとか安心安定を継続するとか、そういった時にはすごく、ね、有効なんですよね。で要するにこう自分と、ね、持ってる情報が似た情報なので、まあ、安心なんですよ。
ね、自分今こういうふうに考えてるんだけど、あ、私もそういうふうに思いますとか、賛成ですとか、いいと思いますとかっていうふうに言ってくれる人たちですよね。だから今までやってきたことをこれからもこう継続して続けていくという意味では、この B さん C さん D さんというのは有効な、ね、相談相手なんですけど、大きく変わろうとするときにはこの人たちは、ね、有効な情報を持ってないんですね。要するにこの人が過去の、ね、延長線上の、ね、持ってた情報に似た情報しか持ってないんですよ。同じ考え方、同じ価値観に基づくような情報しか持ってないわけです。そうすると大きく変わろうとするときに有効な情報をこの人たちからはもらえない可能性が高いんですね。でそうしたときに自分から離れていればいるほど、ね、異質な、要するに自分と似てない、ね、違う情報、違う考え方、違う価値観の情報を持っているので、だから結局この人が参考にするのはむしろこういった自分からものすごく遠い人、遠ければ遠いほど自分が今まで触れたことがない変わった情報、異質な情報を持っているので、この人たちからの情報がむしろ大きな影響を与えるということですよね。まあ、例えばテレビ経由、ね、自分は直接この人とは連絡は取れない、ね、直接取れないだけどテレビでこの人の情報を取ったとか、新聞でこの人の情報を取ったとか、ね、もしくは本でこの人の情報を取ったと、ね、実際は、ね、知人でもなければつながりでもないんだけど、でもテレビでこの人はこういうふうに言ってました、ね、新聞でこの人はこういうふうに書いてました、ね、本でこの人はこういうふうに書いてました、もしくはインターネットでこの人はこういうふうに言ってましたっていう情報で自分は、ね、変わるための、ね、有効な情報を得るということができるんですね。そういうことで結局弱い絆、結局自分と直接つながってもいない、ね、知人の知人とか知人の知人の知人とか、ね、離れていればいるだけ自分から遠くにいる人であればいる人であるほど実際自分が変化していくときに大きな、ね、影響力を持っているということですよね。身近な人であればあるほど同質の情報しか持ってないのに対して、遠ければ遠いほど異質な情報を持っている。その異質な情報が変化とか、ね、革新とか、そういった時に大きな役割を担うということですよね。でこの人たちの、ね、情報に従っていればこの人はもう、ね、今までの過去の延長線上の、ね、意思決定を続けることになりますよね。だから今まで安心安定があったというんだったらこれからも安心安定を維持しようというそういう考え方にしかならないわけです。しかしこういった人たちの情報というのをすごく参考にするようにすると、結局この人は今までとは違う考え方、そして違う意思決定をしていくことができる。結果的にこの人がまあ変わっていくことができるということですよね。だから弱い絆というのは時としてものすごく強いと、要するに自分の人生に大きな影響を与えるということで、弱い絆の強さというのを今回は再確認したということになります。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。